こう引く、お、はい、穴に合わせてこれを入れていくと。はい、皆さんどうもこんにちは、バーナムでございます。今日はですね、車体をいじっていくんですけれども、ウィリスっていう限定車はですね、もともとここにロックレールっていうね、美しくシンプルなバーがね設置されてるんですけど、オフロードとかでね、ここに何か当たっても車両をガードしてくれるよっていうためのものですね、ロックレールっていうんですが、非常にかっこよくてですね、これが人気でこれを欲しいっていう方も多くいらっしゃるんですが、実用性からするとですね、まず岩場を走ることがないですね。でこれ乗り降りがですね結構高いので、私は大丈夫ですが、女性がね飛び乗らないと乗れないということで、ジェントルたるものをですね、格好だけに縛られず乗りやすいようにですね、ここにステップをつけてみようということで、今日はこれをつけてみようと思います。非常に簡単、お手軽、カスタムなんですが、カスタムというほどのものではありません。ノーマルの純正、このサイドステップをですね取り付けるっていうだけですからね。早速行ってみましょう。はい、じゃあ早速取り付けていきますが、今日必要なのはすごいシンプルで、まずは純正のサイドステップですね。そして前の動画でお伝えしているワークプロのツールボックスですね。13ミリのレンチを使うんですが、13ミリのレンチっていっぱいあって、ここにも13あるし、ここにも13あるし、ここにも13ありますね。今日そのネジの位置がですね、ちょっと奥まっているところにあるので、この一番長い13のレンチを使ってみようと思います。この四角い穴に対応するのがこれですね。これ入るんで、これカチッとはめていきます。はい、では取っていこうと思います。まずはこのロックレールを外していくんですが、ここを1番目、ここを2番目にすると、3番目を外した段階で少しずつこうウッとなってくる感じですね。多分ね、こっち1番こっち2番で外しちゃうと、3番でちょっとネジに負担がかかってしまうかもしれないので、まずはこっち側から外していこうと思います。まずはね、後ろ側のボルトのところを見ていきましょう。で、今触ってるの分かりますか？ここのネジを外していくんですが、 13mm のレンチをここに入れるとき、今これ何にもこれから外すんですが、少しね黒い塗料が塗ってありますから、ちょっとね入りづらいかもしれないですね。ちょっと入れてみますね。はい、ちょっとね分かりますか？黒い塗料がね少し厚めに塗ってあるので、多分ねあんまり入らない。あ、入った、入りましたね。じゃあこれでちょっとネジを外していきますね。はい、こんな感じで今ネジが緩んでいっていると思います。はい、こんな感じで1個目のネジが取れましたね。はい、でこれは次使うんでここに置いておきます。前側のネジはここですね、ここにあります。ちょうどジープの P のあたりですね、この辺にありますので、ネジを取っていきます。あ、こっちはすんなり入ったね、意外とね。はい、こんな感じで3こぎぐらいするとね、すぐネジが取れるようになってます。はい、あとはもう手で取れますね。はい、前が取れました。でこんな感じで今度は真ん中ですね。これでかなり緩んだので、緩んだっていうか、もう取れてんのかな。うん、まだでした。このネジ3つだと思ってたんですけど、ここにもありますね。これを取らないと全然ビクともしなかったんで、これも取っていこうと思います。ってことは使う工具がもう1個増えますね。これ何ミリでしょうね、これ、あ、10ミリでした。これ
まあ、この間のねディーラーの方が言っていた10ミリあれば結構いけるよっていうやつ、じゃあ10ミリに変更していきます。これが13ミリね、こっちが10ミリ、んこれ入んないじゃん、あこっちか、はい、10ミリに変更していきます。で使い終わったツールはちゃんと戻すね、よくなくすと思うからね、これ真ん中は取っちゃっていいと思います。これねまだ落ちてこないことが分かったので、はい真ん中取ります。で続いてここですね、これをちょっと取っていきたいと思いますが、これこのネジを今から取っていきます。はい取れました、1個目が取れました。はい1個目取れましたね。ワッシャーみたいなものとボルトみたいなものがくっついてるタイプのネジですね。で次こっち側反対側も取れましたね。はい、じゃあ次はね一番手前の方行ってみます。この2つを取っていきますね。はい、この2つです。はい、で最後ですね、やっと真ん中のネジ2つを外す時がやってまいりました。でこれで落ちてくるんだよね多分ね。ちょっと怖いんで全部抜かないで一回どう動くのかっていうのを見たいと思います。で今ねこいつがこうなってこうなってるじゃない、でこう引く、お、はい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 来ましたね。もう引く感じだよね多分ね。このまま引くとポンって取れるんでしょう。外しますともうフリー状態に近いですね。今これここのボルトだけで止まってますんで、これを引いてみるとなんか同時に行かないと、あ、行った行った、はい、お、重い、ロックレールめっちゃ重いですね。これ重いな、さすがガードのためのロックレール。はい、これで横が取れましたね。次はですね、今度はやっとノーマルのこれをねはめていきますが、さっきと同じ感じで、ここの穴に合わせてこれを入れていくと、こんな感じですね。はい、これ向き合ってるよね多分ね、こっちが短い方こっちが長い方なんですが、乗車ポジション的にもこれが短くないとねここにステップできませんので、これで合ってると思います。さあでは先ほどとは逆に今度はネジを締めていきます。すごいお手軽です。使うネジは13ミリと10ミリ、これね10ミリってやつですね。まずは10ミリのネジから固定していきたいと思います。なるほどね、これネジを全部外してもこいつは落ちないようになってるんですね。安心した、ネジ3つ外したらボーンって落ちるのかと思いました。で前側ですね、はい前側もめていきます。これももう入れちゃって緩止めしちゃいましょうかね。あ、なんかかなり奥まったね。ロックレールと比べてなんだかプラスチック部分が多いというか、よいしょ、ほらかなり、ね、奥まったね。ロックレールかっこいいしね、オプションでつけたいっていう人もいるんだろうから、これ交換しちゃうのはちょっともったいないけど、乗りやすさ第一で考えるといいかもね。じゃあ、こちらの10ミリの方をですね締めていきます。
で、遠目にのネジが締め終わりましたら、今度は大きい方のボルトを締めていきますので、で、次13mm。これを使っていきます。お、なんか一番こっち届かないぞ。一番こっち深くてこれじゃ届かないです。なので、よいしょ、延長するやつ使います。これかな、これだね。これをここに刺して、これをここに刺すと延長できる。はい、じゃあこれ刺していくね。こんな感じ。あ、これで余裕ですね。余裕で刺さってます。はい、はい、これでね、助手席側のサイドステップ取り付けられましたが、運転席側は同じ作業なので省略します。じゃあちょっとステップしてみます。こうだね。あ、めっちゃ乗りやすくなったね。まあ、せっかくついてたね、この純正のロックレールを外して、使いやすさを優先したサイドステップ取り付けてみましたが、この車は、まあ、ゴテゴテのかっこよさというよりは旅するオフィスで使いやすいように作っていきたいと思いますので、これからも地味なカスタムをしていきたいと思います。それではまた。